朝は気温もクールなんですけど、結構上がっちゃいますね。こっから3ターン上がスタートになります。最終日頑張ります。であそこの廊下へ続いていってジャンプ飛んで入っていきます。はい、それで6個の大きなウェーブ乗り越えて、ゴールへ到達します。そう難しくはないですね。ぜひ挑戦しましょう。